キチャンネル。ちょっ。さあ今回は毎年恒例那須さんコラボ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。無理に3年目を、はい、3年目、はい、迎えまして、はい、最近ね、はい、YouTube でがっぽり稼いでる那須さんです。経費垂れ流し系 YouTuber 那須です。えげつないですからね。はい。何ですか。それはもう再生回数と。いや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 。ところが。もう笑いが止まんないぐらい。いやいや笑いは止まんなくないですけど。いやいや、そんなね、あれですよ、まあ、昔よりは稼ぎは多くなってきましたけど、はい、まあ、でもやっぱ僕のその YouTube やっぱ動きますし、はい、経費めっちゃかかりますし。でも別にね、はい、それ以上のものが。まあまあまあ、はい、まあ、まあ、あの昔よりはちょこっとだけ、ちょこっとだけですけど。ということでね、はい、あの前回出ていただいた時、はい、順位予想したじゃないですか。全部当てましたね。え違いましたあ、違いましたね、すみません。すみません、ちょっとあんまり、刺激すると里崎さんは良くないと。あ、ちょっと危ない。間違ってました。違うチャンネルでした、そこは。はい、すみません。そもそもそう、はい。だってチーム名忘れてたじゃないですか。ああ、まあまあ、そういう、もう今年開幕してるんですよね。してます。で、今年は10何チーム、はい、?18 チーム。18チーム。はい。全部もちろん言えるんですよ、ね。もちろん言います。はい、じゃあ J2 全部言ってもらっていいですか。ああ、そうなんですね。J2、そうですね。だって、はい。J2。J2 って、はい、2軍じゃないですよね。J2 って、1軍ですよね。1軍です。はい、1軍ですよね。1軍です。だから J1 っていうカテゴリーがあって、はい、J2 っていうカテゴリーがあるだけで、はい、別に J2 が2軍でもないし、はい、サテライトでもないし、もちろんアマチュアでもないわけですよね。はい、もちろんです。で、だからそれカテゴリーの違いであって1軍ですもんね。はい、1軍です。真剣にやってる1軍のチームじゃないですか。で、サッカー解説者なんですよね。解説してるんですもんね。解説でもたまに解説してるんですよ。しますしますしますってなった時に、はい、やっぱそらチーム名も知らないで解説って俺はそんなの許されへんと思うねん。そんなのはそれはもしサッカー界が許してたらもう J リーグ解体レベルのもう話やと思う。俺は正直だって僕がプロ野球解説してて、はい、12球団のチーム名言えなかったらもうそんなもん島流しだよ。それもう日本国内歩けないだから、はいはい、J2、はいはい、J2 何チームあるんですかちなみに。ですね、あれまさかの J2 は何チームですかね。嘘。20から20 かなってどういうこと。20、22、あ、22みたいですね。あれ怪しいな。22、あ、じゃあまず言いますね。あ、 J2、 J2 22チームですよ、クラブ。はい、 OK です。レッツゴー。いいですか。もういいですよ。グルージャ盛岡、はい、横浜 FC、はい、ベガルタ仙台、徳島、徳島なんですか。徳島ボルティス、はい、ビファーレン長崎、はい、岡山ゼルビア、はい、ゼルビア、ゼルビア町田ゼルビア、はい、で岡山は、はい、あれ、なんでどうするしてますね。ちょっとこういうことたまにあるんですよ。ちょっとあります。俺は福岡ソフトバンク、何やったっけな、いいぐらいだったっけなって言ってるもんですよ。ホークスだからっていう。ファジアノですね。えファジアノ、ファジアノ教えてるやんけ。ファジアノ、はい、2、4、はい、今6チーム、はい、あと、16か、あと16ですよ。16もありますね。16も、はい、どういうことですか。いやいや、16もありますね。あ、大分トリニータ、相模原、ん、相模原なんすか。相模原、あ、じゃあ待ってください。もう思い出したとこがあります。レノファ、山口、はい、いや、まだいっぱいありますよ。知ってますよ、はい、いっぱいありすぎてやっぱ忘れることってあるんですよね。ないです、ないです。これあるあるです。ヘディングしすぎです。はい、いっぱいありすぎてあれじゃないですか、松丸リネンしすぎじゃないですか。それは違う。それは、それ何やっていう人はね、ラッサのチャンネルとコラボしてるんですけど、松丸リネンしすぎたでしょ。いや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 、それはでもしすぎてないですよ。しすぎてないですよ。ジェフ、ユナイテッド、市原、千葉、はい、で、まだたくさんあります。東京ヴェルディ、はい、栃木 FC、はい、高知ユナイテッド、ジェツユも高知ユナイテッド。誰に聞いてるんですか。すいません、マネージャー目の前にいたんですけど、高知ユナイテッド、
JFL です。あ、違った、ごめんなさい。JFL だ、大好きだ。じゃあ、ごめんなさい、違いました。こっちないのと違いました、うん、J3 でもないらしいじゃないですか。なんすか、なんかそこあるんすか、なんか。いや、僕去年行ったとこ。忖度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 去年までいたんだったら逆によくわかるでしょ。はい、JFL から J2 って一応言いたから名前出しとこう、忖度。今何チームですか。10は出ましたね。11です。 あと半分ですよ。半分もありますね。ですね、秋田ブラブリッツ秋田、はい、アルビレックス新潟、はい、沖縄です。琉球、はい。JFL 行った時点でアウトだけどね。ですね、それだって俺がプロ野球で、群馬ワイルドペガサスって言ってるドブスリーの試合やってるようなもんだから、ね、これはもうあれやな、もう J2 できんやな。わかりました。危ない。金沢なんすか。あとモンテディオ山形、金沢、はい、金沢制限。はい。書いてるやん。多いぞ味方が。書いてないですよ。たまに見えるんですよ。こっち側見たらたまにこう思います。書いてる。あとですね。あ、大宮アルディージャ。あと4つ。ああ、結構来ましたね。はい。やっぱだって簡単だもん、だってチーム名言うだけなんだから何が難しいのか全然よくわかんない。いやなんかそう、いや、もう今日はもう J1 の準備バッチリしてきたんですよ。もう J1 の準備は、だって今の J の話した時にすっごい目が光ってたんで、はい、あ、これは言えるなと思って J2 に聞き返した。顔出しすぎてました。今出しすぎてました。いや、もうバレバレですね、はい、もう読まれまくってましたね。あとですね、はい、あー、分かった、北九州だ、ビラバンツ、はい、北九州、熊本だ、北九州、ビラバンツは J3、 はい、J3、はい、去年、おっしゃっす、熊本、はい、熊本、なんすか、熊本どうしたんですか。佐々木さんはあっち見ちゃダメですよ。佐々木さんは、僕はあっちを見る癖があるんですよ。あっちを見る癖があるんです。佐々木さん見ちゃダメですよ。圧力って言わせないですよ。熊本っすよ。熊本、はい。熊本は、うん、熊本は、マリコ、ロアッソ。よっしゃー。あ、甲府、マンホール甲府。よっしゃー、あと2個。うん、あと2個っすよ。うわー、もうちょっとごめんなさい、もうここギブスは。もうちょっと、あとどこ行ってないの。水戸です。うわー、水戸ホーリーホック、横山 FC、ファジアーノ岡山、FC 町田ゼルビア、岩手グルージャ盛岡、東京ベルディ、はい、レノーハ山口 FC、はい、ベガルタ仙台、ザスパ草津群馬、ザスパ草津。あの2チームの皆様、関係者の皆様、もうあの存じ上げまくり混ぜてるんですか。僕が忘れてるだけです、はいはい、ということで、できんです。もう裏疲れた、また今年も。もう今それでパス通されてますよ。はい、もうちょっと、もうやっぱりな、上行ってくんだよな、里崎さんは。本当に、まあでも、あの、聞けばやっぱり分かるんですけど、まあ、それはそうでしょ、はい、でもやっぱ言っても J1、J2、40チームですよ。でもたまに、だからなんですか。いやいや、言い訳です。もう、はい、ただの言い訳です。ただの言い訳です。ということで、やっと無事開幕したところで、はい、そうですね、やっと今全部 J2 ね、はい、分かって、はい、やっとチーム名も分かって開幕したところで、そうですね、はい、サッカー界、はい、開幕前に何かすることあるんですか。なんか行事的な、野球界だと、はい、開幕戦には、はい、タイのお頭出てきたりとか、あと赤飯出てきたりとか、もうなんかこのお祝い感すごいんですよ、開幕戦の時は、はい、はいはい、開幕戦っていうか開幕前ですか、それでも開幕戦の日。開幕戦の日にはイベントは各チームやってますけど、なんかないですか、チームの儀式的な開幕戦。ないです。ないですか。いや、
そう言われてみるとないです。あの野球界だと全員と握手してよし今年1年頑張っていこうみたいな一軍全員監督、はい、コーチとか選手とか浦和さんとかも、はい、ロッカーで全員握手して、はい、で今年1年頑張っていこうみたいな。で食事会場にはタイのお頭つきガーンあったり、赤飯ドーンあったり、はい、もう本当お祝い感すごいんですよ、お正月感が、はいはい、でよし行こうみたいな。ないですか？ないです。なんもないですか？スルン、スルンと開幕戦ですか？スルンと開幕戦、まあ、言葉では言いますよ、うん、でイベントでチームで、まあ、開幕戦になんかそのなんですかブースを設けてっていうのはありますよ。中ないんですか？中中なんもないです。なんもないですか？何もないです。普通にスンって入りますよ。それはダメっすねだからもう、はい、あのいろんな試合やりすぎてて、はい、いつ開幕したか分かんないでしょまあ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 、それもあるかもしれないそれもあるかもしれない。何が開幕みたいな、はい、だから僕バンドさんとコラボさせてもらった時も言ったんですよ、はい、もう 何の試合か分かんないっちゅって、はい、素人は、はい、今日がカップ戦なのか、はい、J リーグなのか、はい、だからもっと分けた方がいいんじゃないっていう、はい、だから開幕戦とかいつしてるか分かんないから何もぬるっと入っちゃうんですよだから開幕連敗スタートするんですあとはい、那須さんのチャンネルのところでなんかお金の話もしたんですけど、はい、あの用具の話で一つ思ったのが、はい、あのカズさんが鈴鹿に行った時に、はい、ソックスぐらいチームで用意しておいてくださいよとかって言ってたじゃないですか。はい、やっぱカテゴリーによってはチーム何用意してくれるんですか？ユニフォームとか練習着、はい、で ソックス用意してくれるんですか？はあのソックスはもちろんそのチームがチームメーカーじゃなくてメーカーじゃなくてチームです、はい、基本練習着なので、はい、でカテゴリー僕 J1 しかなかったので、はい、J2 は話聞いた限りなんですけど、はいはい、J2 も練習着もちろん用意してありますし、はい、クラブハウスもあります、はい、でもクラブによってはその選択を自分でしないといけないとか。自分で？自分で、はい、J1 は、チームがやってくれてます、はいはい、これが J3 になると、練習場もあの日替わりだったりとか、はいはいはい、だから鈴鹿は今 JFL です、はいはい、なので、まあ、そこまで僕カテゴリー経験したことないんですけど、うん、そのソックスがまだこう支給メーカーから支給されてないとか。じゃあ準備、じゃあもうそういう時は全部自分でソックスも、はい、自分で、はい、契約メーカー。じゃあもう J1 だと、はい、球場に何も持っていかなくても全部あるんですか？全部あります。じゃあ自分で何も用意しなくていいですか？はい。それすごいですよ。で、はい、あれでしょ、シューズとかも磨いてくれるし、シューズも磨いてくれますし、やってくれるし、全部やってくれます。じゃあもう王様っすねまあまあまあ王様なんですけど、うん、王様ってまああの待遇はいいですね、うん、はい、でもチームによっては今はないかもしれないですけど、昔はそのジュビロ磐田とか、うん、強い時期は代表選手しかそういうことはしないとか、うん、まあ、そういうのありますし、今は結構やってくれるクラブが多いと思います。ユニオームは1年間何着使うんですか？あれ開けたりしてるじゃないですか。はいはいはい。あれ選択肢毎回新品じゃないんですか？ですね、毎回新品じゃないです、まあ、選択して回しますけど、うん、まあ、だから4枚ぐらいですかね多分、うん、であと大会ごとにユニフォームが変わるので、うん、スポンサーも変わるじゃないですか、うん、なのでそれをだから大会ごとに4枚ぐらい、ホームアウェーとかその、ま、た違う大会になったらそれに4枚とか、それを回してる感じですね。でそれでユニフォーム交換するときはチームによってはそれは自腹で、うん、後から、請求書っていうか、うんうん、はい、それで天引きでっていうのは聞きます。じゃあ結構、はい、じゃあ常に新品なわけじゃないですね。常に新品なわけじゃないです。ランドリーも、ランドリーも、はい、でほぼほぼじゃあくれるんですね。ユニフォームは全部くれます、球団が。はい、終わったら、はい、でソックスとかも全部、全部基本くれますね。じゃあソックスとかは、洗濯して回すんですか？洗濯して回します、それも。はい、だから 4セット 4、そうですね。えスパイク、はい、なんで自分でやんないんですか？やる自分のスパイクじゃないですか？はい、そうですね、ごもっともです、はい、野球界だと自分で磨いたりとか、はい、土落としたりとか、はいはい、濡れたら乾燥させたりとか、はい、そうですね、自分の道具は自分でやるんですけど、はい、なんで人にやってもらったんですか？あの自分でやる選手もちなみにいます、はい、そういう選手はクラブハウスにもあので自分でこう磨いてっていうのをやるんですけど、はいはい、なんでか、まあ、あの磨く習慣がないからいやそれはもっとダメそれも子供たちに教えたら、だって子供たち、まあ、子供、磨かないんですか？学生の時から。学生の時僕磨いてました。で、なんでプロ入ったら磨かないんだろう。なんかあの、まあ、あのパンパンってこう落としたりもちろんしますよ、はい、芝落としたりとか普通です、はい、で、あのこうシューってあのあるじゃないですか、風吹きみたいな、で、あれでやったりするんですけど、なんでかはちょっと磨かなくなりましたね。その自分のやつなのに。はい、磨かなくなりましたね。
そんで何かあったらスパイク見るんでしょ。そうです、おかしいでしょ。いや僕はスパイク見ないですよ。僕はスパイクのせいにはしないですけど、滑ったりしたのあれみたいな。そんなこと全然しそれはしないです。でもあんまそうですね、僕しなかったっすね。え、てか野球界全部自分ですか。はい、ユニフォーム、ユニフォームは年、はい、ホームアウェイで2着ずつ支給する。あ、年 2着ですか。はい、でもあの一番最初に6着ずつ支給されてるんで。あ、なるほど。その2着は試合用ですね。練習用はもうその前に古いやつが練習用になってきます。それは、え、自分で選択じゃないですね。あ、それはクリーニングしてくれますよ。あ、もちろん自分で選択。でも僕がに入った時の2軍は、はい、球団支給のものは選択してくれるんですよ。はいはい、球団支給って言ってもユニフォームと、はい、あとその T シャツとか、はい、そのなんかジャンパーとか、はい、そういうのだけで、あとアンダーシャツとかは一軍も全部自前なんで。はい、あ、そうなんですね。はい、アンダーシャツ、ソックス、スパッツとか、はい、だからインナー類はスパイクも含めて全部自前なんですよ。はい、あ、自前なんですね。自前なんですけど、はい、用具提供してくれてるんでメーカーがくれますよ。はい、ああ、はいはい。はい、でそれは僕が入団した時は2軍はその自分のやつは全部自分で洗濯だったんで、家持って帰って洗濯してとか、球場に洗濯機あるんでそれで洗濯してとか。あ、球場にあるんですね。そうそうそう、だから遠征先が大変でしたね。ああ、そうです。え、どうするんですか。いや、常にだからリュックに、自分のリュックに洗濯物入れていって、来てそのやつをもう一回リュックに入れて家帰って洗濯して、で家で干して、で2セット目持って行ってっていう。でもしホテルどっか泊まったら、はい、コインランドリー行きます自分で。あ、そうなんですね。あ、街の。あ、じゃあ、まあ、格差というか、まあ、結構そうそうそう。でももう今は2軍でも全部、はい、やってくれ、クリーニングしてくれてます。はい、え、どう思います、それは。あの、佐々木さん的には、うん、いや、逆になんで洗濯してくれへんのやと思ってたんで。はいはい、あ、その2軍の時や。はい、だって無駄じゃないですか。まあ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 、まあ、そんな時間が、はい、そんなこと、はい、それぐらいお前してくれよっていうね。まあそうですね。はい、まあでも、あの、僕は、僕が言えないんですよ。僕言ってもあんまりちょっとこう説得力がないっていうのは全部やってもらったチームなんで、うん、あれなんですけど、でもになんか J2 とか経験すると、 あれありがたみが分かるとか、まあ、若い頃にやっぱそうやって苦労した方が、うん、まあ、経験値としてっていうので、まあ、いいなっていう部分もあるかなっていうのは思うので。でも上手くなるために無駄っすよね。まあ、上手く、その没頭するっていう意味ではですね、時間がね、はい、しかも、野球界に比べるとそんな、はい、クリーニング少ないと思うんですよ。野球界だと多分、はい、下手したらアンダーシャツ10枚ぐらい出しますからね。あ、そんなに出すんですか。練習から入れると、あ、練習で2枚とか、はいはい、で試合でマイニングピッチャーとか変える人もいるんで、はいはい、あ、そんな出るんですね。はあ、で、あとね、トレーニングしたら、はい、トレーニングの短パン、T シャツとかも含めて、うん、1人10人分ぐらいは出すんで、うん、ランドリーを。なるほど。だから、まあ、佐藤崎さん的にはもうなんでやってくれねん。そうそうそう、やってもらった方がいいですよね。だからサッカー界もやっていきましょう。ね、そのために稼がなきゃいけないんですよ。まあ、まあ、そうですね。そのクラブはね、まあ、はい、頑張ってね、はい、そういったところで選手だって、それで選手の頑張りが上がって、はい、じゃあ J2、J1 行ったら収益が増えるわけだから、うん、まあそうですね。だからそのもっとケチらなきゃいけないところいっぱいあると思うから、うん、選手の時間をなくすとか、選手が向上するための時間がロスになるのは、うん、不利益じゃないですか。まあそうですね。もう里崎さんにこう言われるといつもタジタジで、あの、もうごもっともなことを言ってるので、うん、あれなんですけど、僕はあの経験値としてはクラブによってやっぱその経費削減しないといけないクラブもあるので、うんうん、違うとこすればいいですか。はい、違うところ。あ、違うとこを経費削減、うん、あ、しかもその雇えないとか、うん、おばちゃんを、掃除のおばちゃんとかを雇えないとか、うん、そういうクラブもあるので、だから洗濯物をどうしても、だから町の洗濯屋さんとスポンサー契約すればいいですか。まあそういう話になるんですけど、でもそのスポンサー契約ができないっていうクラブも中には。でもその遠征先行ってたらそのランドリーどうするんですか。遠征先は自分のランドリー。遠征先はでもどうなんですかね。遠征先はもしかしたらユニフォームとかやってくれるかもしれないんですけど、練習着、練習着だけ、はい、着っていうものに対してだと思うんですけど、そこは多分あのクラブによっては経費削減っていうので自分でやるっていうクラブもあるみたいなので、それがでもあの J のそのいろいろキャリアを経験した方はみんなそれで言うんですけど、やっぱ J はありがたかったなっていうのを体感できるという、これいい話じゃないですか。いや、でも J2 もやればいいのになって J2 もですね。ああ、僕だったらそっち方向に行っちゃう。やらせれねえかなって思うんですよ。まあ、カズさんみたいなのがね、はい、存在が、あ、まあそうです、ね、変えていければね、変えていっていただければ、はい、まあ、里崎さんみたいな方が坂がいれば、あ、もう絶対変えてくれると思うので。そうですね。でも言っときましょう、はい、変えてください、はい、ね、あ、プレーを集中していただきたい、やるためにね、はい、そしたら、はい、J1 に上がれるかもわかんないんでね、うん、
まあ、あのもしもそういうクラブがあったらぜひお願いしますっていうことで。優しいですね。いや僕は優しいですよ。いや気持ちわかるので、やっぱり気持ちわかるんですけど、あと里崎さんみたいな人間には僕はなれないので。いやなりましょう。なれないです、はい、次回こうお期待。ありがとうございました。